日本の正月は平和だな。ぶった、とても素晴らしいニュースだよ。漫才コンテスト、神の子イエスと目覚めた人ブッダは下界でバカンスをしておりました。コンビ名はどうするんだい？それはもうパンチとロンゲに決めてるから。え、週末？ブレーカーだよ多分。バックライトあるじゃない。あ、そっか。あ、イエス、直訳で五行ってわけじゃなくて、あの携帯の。よし。え、氷川きよしのライブに行ってるんだよ。え、聖母の愛は氷川きよしに注がれてるの？きよしって名前が来るらしいよ、グッと。とうとう足を踏み入れてしまったね、カラオケボックス。石で処方す勝負特別。癒しと笑いに満ちたイエスとブッダの下界での日常生活。え、苦行カタログ？普通にいい感じの苦行が揃ってんだよ。ああ。花粉症？ブッダ、サードアイが開いちゃってるよ。かゆい。あそこもかゆくなるんだ。わあ、光り始めた。隠しようがない。イエスに松山健一、ブッダに染谷翔太、奇跡のキャストとスタッフでお送りするゆるゆるコメディの第3弾。はあ、天国。なんかすみません、長いこと。お気遣いありがとうございます。いえ、お客様は神様ですから。人違いです。あ、ブッダまた瞑想入ってるよ。あ、ごめんごめん。こっから5日間ほど瞑想に入るところだった。まあ。ドラマ、セイントお兄さん第3期。